こんにちは。今日はですね、8月の作業、7月、8月はあんまりないんですけど、8月の作業をやっていきたいと思います。まあ、ご覧の通りで、暴れ放題でいいですね。暴れ放題ですね。でこれは春に一旦もう綺麗になってるはずなんですけど、ここから伸びて増えてきたと、はい、はい、いうことですね。はい、ということで、もう単純作業でこういう草とかですね、草取りとか、これはもう抜くだけですね、こういうのと、あとはこういう枝を、徒長した枝をですね、切り詰めていくと、はい、ケヤキだとか、こういうのは少し、剥がれもできますんで、はい、これとこれを少し剥がれしますかね、はい、梅ほどきですね、うん、イワシではあまり剥がれやっても成績良くないということなんで、一応先端詰めるということですね。あと枯れ枝が少しありますんで、枯れ枝を取るということと、はい、肥料、これはもういらないですね、8月は。はい、はい、もう効かないですし、この時期はもう休眠状態なんで、単純に枝を切るだけ、輪郭に合わせて切っていけばいいと思いますね。ところにこう葉っぱがあることを確認して、切っていくってことですね。これもイワシで。そうですね、どっちもイワシで。どっちもイワシでですね、ちょっとね、枝が傷んじゃってる、残念ながらこれ傷んじゃってるんで、こういうのもちょっと整理していきたいと思います。切るだけの動画、切るだけの切るだけの動画です。動画です。8月は仕事がないです。もう仕事がない。ないんです。ないわけじゃないんです。ないわけじゃないですね。地味、地味ですね。すると私はそれまで何もやってないからこうなったっていうだけで、まあもう少しね、6月7月頃お手入れしてればですね、そんなこともない。でも毎週来てやってるのに毎週おかしいよ。おかしいです ね、 ね、多すぎるんでしょうね。ね、追いつかないんですね。まあ、そんな昼間さんの木が大放出される、あ、そうですね、9月の16、17、18、18、まだ先ですね。そうですね、と言いながらちょっと私16日、はい、来なくなってしまいましたけど、はい、初日にいないと。初日にいないっていう。第1回の盆栽フェスの時もそうだったんですよね。あ、そうでしたっけ。そう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 、ちょっと枯れ枝取ってきますね。急に戻った、急に戻った、ね、芽がないこと確認してば、本当はね、こう触ってみてポキッと いけば確実に枯れてるんですけど、まあ不要枝っていうこともあるんで出ます。こういうのもね、あの切り口見えますかね、切った切り口が茶色いんですよね。でこれはもう枯れてるってことですよね。だから少しずつこう追い込んでって、で緑が出たら生きてるっていうところですね。なるほど、はい。イワシでってこういう枝枯れみたいにするんですか。だからやっぱり日当たりが悪いんですよね、ここでね。そういう意味じゃ、あの葉っぱを増やす剥がりではなくて、あの光を入れるために少し葉をこう表面というかね、大きい葉っぱを落とすっていうのはやった方がいいかもしれないですね。ということで、もこれがこの枝が枯れる前の時期にやった方がいい。まあ本当はそうですね。何月ぐらいですか。6月とかに、とかですかね。剥がりというか、先端の大きい葉っぱを切るところですね。減らしとく。減らす。それは今言った葉っぱを増やすためではなくて、中のこういう枝を、まあ、維持するためですね、はい。保護するためっていうんですかね。こういう大きいのだけ抜いておきますかね。はい、とりあえず、イワシで終わりました。終わりました。こんな感じで、少し隙間をね、と開けたのと、先端の大きい葉っぱを切りまして、で、まあ、光とか風が奥に入るようにですね。はい、イワシで丈夫な木なんですけど、これはね、充実していって、こういうところとかこういうところがね、そうすると、また展示会に飾る木になるかなっていう感じですね。取り木した木なんですかね、それ。取り木かもしれないですね、もともとはね。太くてちっちゃなナイスよ、そうですね。で、前一回言ったかもしれないですけど、イワシの肌は20類あって、はいはい、こういう割とこうゴツ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 っていう、ゴツゴツしたような肌と、一般的にはこれがイワシのこう縦の筋状のこういう線が、ね、出てくるんですよね。白い肌になってこう縦の線が出てくると、これはね、今一応ここで作ってますけど、少しこっちぐらいでも面白いかもしれないな。もしかしたらフェスに出すかもしれないと、ね、もしかしたらね、はい、だからまあ剥がりはしないですけど、懐の場をね、生かすための、守るための先端の剥がりっていうんですかね、はい、これをやったってことですね。なんか面白いこと言いました。いや、大丈夫です。鼻で笑われたような気がする。いや、笑ってない。大丈夫ですか。はい、これが梅もどきで、これはね、ちょっと葉っぱが焼けちゃってるんですね。あ、ごめんなさい。はい、もう実もついてますね。はい、ちっちゃい実がついてるんで、これが、まあ、赤い実になるわけですね。途中枝の先端にこう花ができて、これ花の跡じゃないかと思うんですけど、で実になっていくわけですね、はい、はい、4月、5月、6月ぐらいかな、花できて、
もう実の元ができてきてるってことですね、うん、はい、長枝を切ると、枝が暴れると言われてるらしいんですけど、はい、まあ、でも切んなきゃしょうがない、切んなきゃしょうがない、うん、切んなきゃしょうがないってことなんで切ります。この時期でいいんですか？この時期でいいと思いますね、うん、で私はよく言うんですけど、その花とか実よりも木作りを優先するんで、とりあえずこういうのは、切っちゃってですね、これなんかも葉っぱも切りたいんで、この元まで、まあ場合によってはこういう先端を切っちゃってもいいですけどね、こういう感じで枯れたところだけ、はい、例えば、うん、植え替えをしてないから、あとは樹脂が元気だったら、うん、水の水も多いですからね、だから水やり動向の問題じゃない可能性も、個体差は絶対ありますね、ありますよね、あと日向、めっちゃ日向じゃないですか、そうですね、置いてあるとこが、うん、そうですね、だからそれもあるんじゃないですか。そうですね、置き場と元気の良さと、うん、まあ元々の樹脂もありますしね、はい、夏場はあと金露灰ですかね、水が好んでって言われますね、はい、さあ、これいいかな、綺麗になりましたね、うん、そうですね、まるで葉焼けがなかったかのように、なかったかな、あら不思議あら不思議、こんなの売れるかもしれないですね。いや、売れますよ、これまあ、売らないけど売らないんだ売らないけど、これ立派ですもんね、これいいですね、うん、これ途中枝もこれ真っ直ぐになっちゃうんで切っちゃいます。あとこういう枝は気をつけないとダメですね、こういうまっすぐ伸びた、そういうこれね、徒長枝ですね、今これ切ったんですね、ビヨンって伸びた、うん、はいはい、これをまずビヨンって元気なんで、うん、だからこういうのも少し短めに、あんまり残さずですね、どこで切るかだな、輪郭で切らずもっと深いところまで、そうですね、この辺まで切って、はい、はい、でこういうこれに葉っぱが、ちっちゃい葉っぱがあると思うんで、こういうとこから吹いてくる枝でまた作り変えるんですね、うん、もう一個こういうとことか、この下とか、こんな感じで、はい、こんなんでいいと思いますね、はい、赤くなり始めます、これ喋る口がまぬがしてあの赤くなり始めてますね、はいはい、ということですね、はい、あとは、ケヤキですね、ケヤキもこれ何もしなかったんですね、これね、うん、多分トリキシリーズ、トリキシリーズはでもしてないな、これな、でもかなり深く植えしてるんでね、うん、ちょっと何したかよくわかんないですけど、これもだからこういう太いのは多分元も太くなっちゃってるんで、うん、どっか切り戻さないとダメだと思うんですけど、この枝だな、ちょっと見てみましょうか、ケヤキは本当にこうなりますよね、遊んじゃうとね、これこの枝は、将来こっちに建て替えていくつもりで、うん、元から切っちゃいましょう、はい、ええ、だからここの幹をね太らせるためには役に立ったかもしれないけど、使えない枝だっていうことですね、うん、これも二目ですね、二目残して、二葉か、これですよね、二葉残して切る、二葉残して切る、これは先ほど二つ残すんですね、はい、いろいろあります、短く切って、これを半分ぐらいに切って、これですね、うん、とここに、今切りましたけど、ここで養分を吸って、やがてはこれも落とすんですけど、この元、ここからとここからと芽が出てくると、うん、そうすると二枝ができるわけですね、小枝が、はい、右左って、ここで一つだけ残して、ここで本来は二つで残しなさいよって言うんだけども、そうすると二つ出ますよと、うん、それが一つしか残さないと、ここから枝が出ますよね、はい、小枝しかできていけないんですよ、それ、うん、ずっとずっと小枝しか、だから孫枝っていうかな、小枝の孫枝が1本しかできないんで、今言った2つ残せば、この小枝から孫枝が右左とできてくると、はい、でこれが多分芯になりますけど、懐にここに小枝が1個できるってことですね、うん、芯に対してね、だから2つとか3つとか残しなさいっていうのはそういうことですね、はい、はい、とりあえず輪郭を整えます、これもちょっと太くなっちゃったですね、剥がれするって言ったんですよね、上がりしますか、上がりちょっとできないですね、できないというか時間的な問題だけなんですけどやりだしたらね、やりだしたら量がですね、でもこれこんだけもさもさしてますからね、来てもいい時期ですか、ですね、もう一回まだ出てくると思います今、うん、はい、今日7月の7月末ですね、うん、これだから本当はこれ1本残しといて、こういうところ、こういう葉が緑になってカサカサしてきたら取ります、ケヤキはちゃんとやりますか、でもこの1本だけですよね大量にある中で大量にある中で一応ほらケヤキは好きな方も多いし、そうですね、うん、ケ
結構手でバーって抜いちゃうの。抜いちゃう場合もあります。ただ、もしこの辺が次の芽を準備した時に、うん、この元にですね、それも一緒に取っちゃう可能性があるんで、本来はじゃあハサミで、うん、ハサミで切った方がいいよってことですね。ちょっと剪定乱暴なやり方ですけど、ちょっと抜いちゃいますか、はい、ちょっと取りましょうか。うん、1回目の測りは6月ぐらい。そうですね、2回やるとすると6月ぐらいにやった方がいいでしょうね。そうですよね、うん、でだからそのタイミングで植え替えする人もいるし、ね、そうですね、やっぱり10月ぐらいにはもう秋になって芽が今度出てこないですからね。あれでなんかだって5、7、9とかってやるんじゃないですかね、3回やろうとすると。カエデは3回やる人多いですね。うん、まあ、それだけ丈夫だってことですね。芽吹きもいいし、内側から芽が出やすくなったり、そうですね、小枝を作ったり、葉が小さくなったり気がしましたね。大体葉っぱ取りまして裸にされちゃいましたね。キャーってやつですね。これが主木なんですね。そうですね、はい、ちょっと枯れ枝とかは取りますけども、これに合わせて、まあ、輪郭を整えていくということで、こういうところを少し先端切っていって、まあやがてどっかでこう少しこういうふうにねやるようですよね。この辺の長い枝もこれが今ちょっと太くなりかけてますね。ということで、低い方ところでちょっと止めといて、まあ元はなかなか面白いですよね。この V の字が綺麗に出てるんで、うん、もうちょっと背が作ってもいいかもしれないですね。これね、立て替えてもいいんだよな。ちょっと立て替えますか。こうずっと外の方に向かっていっちゃってるんで、この枝に立て替えましょう。ということでこう切りますよ。これ立て替えたらですね、ってことはまたさらにちょっと全体を小さく、だいたいねこれの2倍ぐらいでいいんです。これどんだけ深く今植わってるかわかんないんですけど、幹の長さの、そうですね、幹の長さの2倍ぐらい、1対2ぐらいがバランスがいい。まあ1対3ぐらいでもいいんですけど、まあ、今はもっと長いんで、うん、だからどんだけちょっと深く植わってるかわかんないですけど、まあ極力小さいのを作った方が面白いと思うんで、はい、はい、まあ剥がりして剪定してっていうところですね。ケヤキはこんなことができますと、ですかね、はい、はい、8月の作業一応、あ、あれですね、でこれはまあちょっ と特殊な金華山ガマズミかで、あとはこれ長寿梅もそうなんです。こういう下から出てきたやつ、ヤゴとかね、あのヒコバエとかっていうやつは元気がいいんで、切らないと上が傷んじゃうということですね。はい、これもチャ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 っと切っていきますか。これは途中枝切るだけ、ま、そうですね、これ途中枝切るだけで終わりですね、うん、ということでここで割った方がいいですね。あとね、少しごめんなさい、もうちょっと剪定しましょうか。もうちょっと終わりって言ってなかなか終わんない。この時期の注意点みたいなありますか。夏、8月これから、うん、やっぱり蒸れますからね。蒸れるからやっぱり木も暑いと思うんで、少し風通しを良くしてあげた方がいいと思いますね。それと葉っぱを落とすってことは水の吸い上げも減りますから、はい、水が乾きやすいんで、あの葉っぱ少ない方が水の吸い上げが少ないということですね、はいはい、私常滑行ったじゃないですか、1ヶ月か、怖いじゃないですか水。ああそうですね、だから、あの全部プレートみたいなの買ってきて、全部の木をちょっと水につけてやったんですけど、はい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 、欅は全部葉っぱ枯れましたね。枯れた、木は枯れてない、また出てきましたけど、葉っぱが枯れた、全部じゃないかな、うん、半分ぐらい。あ、そうですか。葉っぱが枯れて、でもう今新芽出てるんですけど、あと、うん、五葉松が1本。あ、そう、それ多分水つけてるからなのかなとか。もうつけなきゃ水枯れるじゃないですか、うん、そうですね、むずいですよね。泊まりがこんなに暑いと、あ、きついですね。でもね、200はないか、うん、家には100鉢ぐらい、うん、そんなにあるんですか。ちっちゃいですよ全部。ああ、でもそんなにあるんだ、うん、じゃあ盆栽フェンス売りましょう。いやでも、はい、もう本当に二足三本なんで僕の木は僕はもう買う方に専念して。あ、そうか、はい、そうですか、はい、初日買うと怒られますからね。なんかそんなコメントありましたね。そんなコメントありましたね。初日もうほぼ業者なんですからみたいな。ねえ、なんかサラリーマンなのに。サラリーマンなのにね。よし、じゃあこんな感じで、はい、はい、こんな感じですかね。はい、将来作っておけば差が分かんない。差が分かんないか。さっきとちょっと汚いんでね、はい、こういう風にしてなんとなくね、ちょっとイメージが湧くかなっていう、はい、はい、余裕がある人は針金かけても大丈夫かもしれないですね。ピン縛って寄せることもね、うん、できますしね、うん、
こんな感じで作ってみましたということで、はい、欅の夏の作業、雑木のですね、雑木の、はい、ということでこれ次やっていきたいと思います。ではこれは後で、後でね、はい、ということで次は長寿梅をご紹介したいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ盆栽鉢の動画が今上がってますが、まだ見てないのか。ひるまさんはまだ見てない。見てない。もう多分この動画の前に鉢の動画が上がってます。ああ、そういう意味ね。どうですか、その常滑の盆栽鉢。いいですよ、私行きたかったんですよ。ところ盆栽世界さん、なんで誘ってくれなかったのかなと思って。平日じゃないですか。平日ね、土日にしてくれればよかったのに。行きたかったですね。餃子の言っていいんですか。餃子さんも行きました。餃子さんね、はい、まあ、いつ動画がアップされるか、はい、来月か再来月かわかんない。そうですね、有名どころですよね。餃子さんはね、でも撮影する予定なかったんで、うん、ああそうなんですか。ちょっとダバダバっと撮ってる動画なんで、あどうなんだろう、うん、まだ編集してないかわかんないですけど、うん、なんか霊峰さんの動画はいい動画だっていう。そう、多分これの動画の前に上がってると思う。泣いちゃうやつですか、うん、感動してね。いやなんかえやっぱ結局後継ぎ、盆栽園と一緒ですよね、うんうん、そうですね。後継ぎがいなくて、うん、でももったいないと思って、やっぱもったいないですね、それだけの技術がね。技術とあの設備と、うん、あ設備もすごいんですか。すごい綺麗、広くて、だって、うん、型、はいはい、だけでも何百ってあるわけじゃないですか。あなるほど。それ、はいはいはい、使い道ないじゃないですか、うん、だってその後、うんうん、もったいないですよ。レフォーさんはね、物がいい割には比較的リーズナブルで出てるんで、うん、私もたくさん持ってますけど、南蛮鉢なんかすごいいいですよね、いっぱい持ってますよ、私。あそうですか。レフォーさん、うん、行って自慢したかったの。なんで来なかったの。誘ってくれないから行きたかったな。アピールしてれば。アピールすればね、呼んでくれるか。そうですね。でも、うん、動画でこう作家さんをちゃんと紹介するじゃないですか、欲しくなりますね、鉢。あそうですね、うん、僕ね分かったんですけど、やっぱ人を見て、うん、その人の鉢が欲しくなる。うんうん、なるほど。原さんとか、原さんとか。はい、そうですね。この人魅力的だなとか、うん、いい人だなとか、うんうんうん、なってから、うん、その鉢がよりよく見えるという。あなるほど、はいはい、そういうのあるでしょうね、うん、なんで、正直な下世話な話ですけど、うんうん、売れると思います、これから。僕に一銭も金入ってこないですけど、紹介した盆栽鉢で売れると思う。その方のいいところがやっぱり出たってことですよね、うん、やっぱね、人を生かすのがうまいですね、盆栽。盆栽9番そうそうそうそのブランディングの、ブランディング、ね、まあ、編集とね。そうですね、話なんで、うん、いやすごいですね。これだから、ね、一緒に行った関さんと寺澤さん、あはいはいはい、あの2人に恩恵がいくかもしれない。恩恵そっか、はいはい、また呼んでもらえるかもしれない、それで。はいはいはい、盆栽業者さんと一緒に行かれたんですね。そうです、そうです。そういうことですね。盆栽級ね、ブランディングラックっていうのはすごいですよ、私も実感しますよ、本当に。あでも広間さんもね、いやいやいや、もう急に有名人になりましたね。やばいですよね、本当に。